はい、速稼塾の久保です。今回はですね、既婚男性100人に聞く結婚したくない女性の特徴ということになっています。結婚したくない女子の正体ってのは一体何なんでしょうか。それでは早速ね、記事の方に移っていきましょう。はい、ここにね、ウィズオンラインっていうのがありますけども、100人の既婚男子から聞いておりますということです。まずね、結婚したくないのは一緒にいて疲れる女子と書いてます。まあこれは本当にそうですよね。例えば細かいところまでね、追求してきたりとか、いちいちどこにいるのどこにいるのっていうふうにね、メールが来たりとかね、 LINE が飛んできたりすると、監視されてるみたいで本当にきついんですよ。で、ある程度ね、手綱は緩めておかないと、逆に男性はね、去っていくんだと思いますし、それを口実にね、別れる理由とされてしまうんですよ。まあですんで、ある程度手綱を緩めるということで、まあ他のね、女の子とデートしたりとか浮気をしてることまで許せってわけじゃないんですよ。やっぱそのぐらいは信頼してあげて、信頼してるからであまりね、追求しないんだよとかね、そういうところを見せてあげると、まあいわゆるね、ちょっと言い方悪いんですけども、都合のいい部分は都合のいい女になっていくってことが、まあ上手にいける秘訣なんではないかなと思います。まあ男性ってのは本来ね、自分一人で生きてるって思ってますから、だからその自分の世界に女性や家庭が入ってくるっていう感じなんでしょうね。で、女性はやっぱり自分の人生っていうのは、例えば彼氏なら彼氏込みでセットで考えていくっていうところがあるみたいです。まあ私分かりませんけどね、その辺は本当にそうなんですかね。じゃあちょっと続きをいきますね。次はね、人の意見に流されやすいチャラい女子とは将来を描けない。これね、その場その場の楽しみっていうかね、本当使い捨て女といったらね、すごく申し訳ない言い方なんですけども、本当にね、これノリが良すぎてチャラいだけって見られると、そういう風にね、使われちゃったりとか、別れてもこいつすぐに別のやつ見つけるから、あんまり心が痛まないなと思っちゃうんですよ。そうなんですよ。男性ってね、俺が面倒見てやらないとこの女、もうどこのね、馬の骨に引っかかるか分かんないから、もう手放さないぜみたいなね、こんなね、妙な包容力っていうのがあるんですよ。で、そこにね、女子はうまいことを取り入っていくと、男性のハートをゲットできるんじゃないかなと。あなたがいないとダメなのって、あれですよね。はい。まさにそういうのに、男性は弱いと思います。はい、次。これが結婚したくない女子の正体だということで結論になっていますけども、何点かね、記事を読んでいきます。一緒にいると楽しいけど少し子供っぽい。好奇心旺盛だけど飽き性な女子とは結婚生活が長続きはしなさそうということでございます。なるほどね。33歳の男性で29歳で結婚した方ですか。で、次。よく言えば箱入り娘、悪く言えば世間知らず。牛丼屋に行ったことがないというお姫様には近づきがたいと。その他様々ありますけどもね、詳しくは記事を読んでいただきたいんですけども、まあそうですね、私の場合はいつも年齢差がある恋愛でしたんで、確かにね、女の子に子供っぽさっていうか、大人になりきれてないさってのはよく感じるんですよ。ただね、私たちはね、年齢が10歳以上離れてるから、すぐにあなたのような考え方にはなれないし、あなたのように割り切ることもできないと。だからその辺を差し引いてね、私はもうあなたの妹とか、娘とか、そういうところではないんだけども、だいぶ離れてるってことをちょっとね、考えてくださいねということをね、言われることは何回かありましたね。確かにそうなんですよね。だって10歳離れていると、妹とも言えない距離感ですしね。だからといって娘ほど離れてないなって感じなんですよ。まあ今はね、17歳離れてますんで、まあ本当におおよそ自分の娘ぐらいの年齢と言ってもね、そんなにおかしくないような感じのその関係ですね。まあなんか記事とは関係ないんですけども、やっぱりね、17ぐらい離れると会うたんびにやっぱり恋をしますね。なんかいつも新鮮だなと思っております。ということで、勝手なことを最後に申し上げましたけども、こんな女と結婚したらやばいぞみたいな警告が今回入っていたと思いますんで、男性諸君もね、女性諸君も、女性に諸君っていうのはおかしいですね、女性の皆さんも、動画概要欄から記事の元ネタちょっとご覧ください。参考になると思いますよ。では失礼します。